Thank you.
双子が言ってた砂漠のバラがあるのはこの辺りか。これじゃあ取りに来るのも一苦労だな。あの二人どうしてこんな大変な仕事をしているんだ。砂漠のバラ集めはこの辺でいいか。二人のところへ戻ろう。Hit!
Yep.
分に壊れないでくれよ。これがレジスタンスの保管している資材か。助けて！荷物内に生体から発せられたと思われる音響効果を確認。
Thank you.
Thank you.
平和的な機械生命体か。推測、パスカルたちと友好関係を結ぶことでさらなる資材入手が可能。推奨、パスカル村の調査。Yeah.
気に入らないな。なぜあの双子だけ過酷な労働をさせられるんだ。推測、過酷な作業はいずれ組織に悪影響を及ぼす。ここのリーダーに一度話をしておくか。採取可能な地域って、すでに検索完了。当該資材、樹液がある区域を地図にマーク。気が利く箱だな。樹液はもういいな。二人の元へ戻るか。
ところで初めて余計物ではない人間が始まるか。どうもこのニーチェという人間の考えは深いですね。深すぎて私にはまだ変人にしか見えませんが、さて
私もこの世界を見て回らないといけませんね。ところに持っていけばいいんだな。聞こえますか、エイトゥーさん。ああ、ちょうどよかった。エイトゥーさん、頼まれていた素材が今。大変なんです。村人たちが。おい、パスカル、どうした？一体何が？推測、貴重な情報源であるパスカルに問題が発生。推奨、パスカルの村の状態調査。言われなくても。さあ、始めない生命体同士が共食いをしてる。ボット、パスカルは通信不能のため確認できず。ああ、エイトゥーさん、どうしたんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが暴走して仲間を襲い始めたのです。子供たちだけが別の場所に逃がしたのですが、他の村人は。このままだとお前も食われるぞ。ここは何とかするから先に逃げろ。エイトゥーさんは、こんな雑魚どもにやられるわけないだろ。さっさと行け。
ておくわけにはいかない。生き残っている機械生命体は存在しない。全て機能停止している。そうか。パスカル、聞こえるか？ああ、エートゥーさん、村の皆はどうなりましたか？
ダメだった。そんな。子供たちは大丈夫か？廃工場跡地に避難させています。分かった、ひとまずそっちに行く。
気に入らないな。なぜあの双子だけ過酷な労働をさせられるんだ。推測、過酷な作業はいずれ組織に悪影響を及ぼす。ここのリーダーに一度話をしておくか。敵の採取可能な地域ってすでに検索完了。当該資材、樹液がある区域を地図にマーク。気が利く箱だな。樹液はもういいな。二人の元へ戻るか。Thank you.
初めて余計者ではない人間が始まるか。どうもこのニーチェという人間の考えは深いですね。深すぎて私にはまだ変人にしか見えませんが、さて本だけではなく私もこの世界を見て回らないといけませんね。植物の図鑑を読んで覚えるってやつ。もちろん遊びますよ。パスカルおじちゃんは嘘をつきませんからね。嘘をつく子は。あとはこれをパスカルのところに持っていけばいいんだな。聞こえますか、エイトゥーさん。ああ、ちょうどよかった。エイトゥーさん、頼まれていた素材が今。大変なんです、村人たちが。おい、パスカル、どうした？一体、何が？推測、貴重な情報源であるパスカルに問題が発生。推奨、パスカルの村の状態調査。言われなくても。報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。生命体同士が共食いをしてる。ボット、パスカルは通信不能のため確認できず。エイトゥーさん、どうしたんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが暴走して仲間を襲い始めたのです。子供たちだけは別の場所に逃がしたのですが、他の村人は。このままだとお前も食われるぞ。ここは何とかするから先に逃げろ。エイトゥーさんは。こんな雑魚どもにやられるわけないだろ。さっさと行け。
生き残っている機械生命体は存在しない。全て機能停止している。そうか。パスカル、聞こえるか？ああ、エートゥーさん、村は、村の皆はどうなりましたか？すまない、ダメだった。そんな。子供たちは大丈夫か？廃工場跡地に避難させています。わかった、ひとまずそっちに行く。パスカル。ああ、エートゥーさん。一体何があったんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが同じ村の仲間を食べ始めたのです。エートゥーさんが来てくださらなかったら私たちもきっと。ありがとうございました。
さえあれば再生できるのではないか。いえ、実は私たちにはコアと呼ばれるユニットがあります。このコアは自我データを形成するユニットなんですが、それを破壊されてしまうと元に戻ることはできません。コアは普段は安全な場所に格納しておくのですが、今回犠牲になった村人たちはコアごと破壊されてしまっているので。そうか。この工場は安全なのか。以前暴走した機械生命体が住んでいたのですが、トゥービーさんが撃退してくれて今は安全なんです。ここしばらくは私たちが資材置き場として使っていました。わかった。ここで籠城するにももう少し情報が必要だな。推奨パスカルたちの早急な安全確保。そんなに急がせるな。各地のポッドネットワークから情報を入手。お前たちに仲間がいるのか。皇帝、本工場廃墟に多数の機械生命体が集結しているとの情報ある。なんだって。侵入を開始。この部屋に入られる前に叩き潰す。私も援護します。あいつらを叩き潰してぶっ殺します。考えるのは後回しだ。今はとりあえずこいつらを倒さないと。これじゃキリがないと。大型兵器。
夫ですか、エイトゥーさん。ああ、助かった。子供たちが心配です。部屋に戻りましょう。自分たちのコアを、これは自殺。こんなことになるなんて。なんでこんなことに。私は様々な感情と知識をこの子たちに教えてきました。それが将来の役に立つと思って。知識を与えるだけでなんで自殺を。恐怖。私はこの子たちに怖いという感情を教えたのです。恐怖を知らなければ無謀なことで命を落としてしまいます。でもその恐怖に押しつぶされて自らの命を。私の記憶を消去していただけないでしょうか。さもなくば私を殺してください。確認、ハッキングによる記憶回路の切断を実行。確認、ハッキングによる記憶回路の切断を実行。ポット、パスカルの記憶を。了解、記憶消去プロセス開始。私の名前はパスカル、この村の王様をしています。記憶消去終了、再起動タイマーをセット完了。パスカル、
気がついたみたいよ、デボル。おはよう。よく寝たな、ナインエス。眠りっぱなしだったのよ。見つけてきた私に感謝しろよ。トゥービーは、お前の方がよく知ってるだろう。ブラックボックス信号も切れている。そう。デボル、ポポルタイプのアンドロイドは治療メンテナンスに特化した希少なモデル。バンカーなき今、彼女たちがいなければ ナインエス の修理補修は厳しいと予測。推奨を感謝の言葉。ありがとう。私たちのタイプは昔は大勢いたんだ。何でも大規模システムの管理を任されていたらしい。らしいってどういうこと？当時の記録は消去されてるから何があったかわからない。私たちのモデルは過去に暴走し事故を起こしてる。同系機は事故後にほとんど処理された。私たちが処分されていないのは再び暴走しないようにサンプルとして監視されるためなの。でもおかげでこうやって仲間を助けることができる。それが私たちが犯した罪への償いだと思ってる。あまり無理しないでね、ナインエス。あまり無理しないでね、ナインエス。見つけてきた私に感謝しろよ。
なんだこれは。地下空間より出現した巨大構造物、機械生命体の手によるものと考えられるが、詳細は不明。巨大構造物中央部から地上へ伸びている部分に移動構造物を確認。エレベーターか。